キネクトを使って呼吸と心拍を測定できる非接触バイタルセンシングを提案します。キネクトは距離を測定するために赤外線でランダムなドットパターンを照射しています。この多数の光線を使って心拍を非接触でセンシングします。赤血球に含まれるヘモグロビンの急降特性と心拍動に伴う血圧の変動で、皮膚の下の動脈血が流れる毛細血管からの反射光強度が心拍に同期して変化するのです。デプスカメラから得られる多数の画素情報を使って、3メートルの距離でも100ミクロン程度の帯動を捉えることができます。服を着た状態でも1メートル程度離れた位置から、ご覧のように呼吸を捉えることができます。さらに、タオルケットや布団をかぶっても、呼吸を非接触でセンシングすることができます。鎖骨の下付近で呼吸を、顔で心拍を測定しています。緑色が呼吸、ピンク色が心拍です。少し動いてもすぐに元の計測状態に戻ります。このシステムは赤外線を使って非接触でバイタルセンシングが行えるので、深夜就寝中でも睡眠時無呼吸症候群の観察を行うことができるのです。死亡率の高い、車の運転中、入浴中、トイレにいる場合などのバイタルセンシングにも適しています。息を止めると、呼吸グラフも止まっていることがよくわかりますね。以上で、非接触バイタルセンシングの説明を終わります。